発言ターンに入ります。1番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。約束しようはございません。 うん、そうですね、最初なんで、そうですね、もし、まあ、占い師、使用盤面になることが多いかなと思いますので、えっと、真の占い師はね、ちょっと頑張っていただいてというところですかね、うん、グッズブって結構きついかなと思いますので、さ、まあ、さっっっききののいなかったなかた、うんはい、真の占い師は、真を取れるように頑張ってほしいというところでしょうかね、うん、まあ、 うんと平和村、一人しか出なかったら別に占い制作はグレー制作というところですよね、うんまあ。とりあえず占い師にかかってると思ってます、僕は。いろいろこう、LINE、ね、見てもらったり、士の動きとか言ってもらって、信、う、じ、ん、取ってくださいというところです。以上です。2番のプレイヤーが発言します。あとは、まあ、でも最初だからっていう。 まあ言うことないっていうのも分かるんだけど黒いかなうーんとここ絶対的にそのうーん平和村に関しての意見が何もなかった出てくることが多いと思うので、うん、だけなんだよね <laughs> ううん、あまあでもこれはぶっちゃけそこまでちゃんとした殴りにはなるとは思ってないだからまあ一番さんは今グレ黒寄りのグレっていう感じで俺は見てる で、えー、っと、<laughs> 6人分の方が僕にお願いしたいのは、まあ、前の試合でも聞いたと思うけど、やっぱりその、あんたはさん聞いてなかったっ。け？六ンさんは聞いてないと思うんですが、まあ、60秒ギリギリまで喋るっていうのは、もう皆さんに絶対的にお願いしたい。ああ、いいですね。精査はつかない。10秒で私、し占い師、ここしろ、真んです、終わりとかだったら、精査も何をいいいかですね,ね。とりあえずそこへらお願いします。3番のプレイヤーが発言します。 はい、お願いします。村人陣営でした。そうですね。まあ、1番さん、2番さんの考察っていうかしていくと、まあ、自分1番さん、別にそんなグレーみたいなうには見えなかったですけどね、普通に色落ちなし、色<レ>もないかなぐらい、<laughs> 今んとこね。で、2番さんはそこに出して、ボコボコ殴ってたけど、まあ、でも、1人喋ったのとして、そこまで話せるのも、 まあすごいかなと思ったか、別にお互い色落ちなしって感じですねで。自分は占い師さんにはお願いしたいのは、棋、まあ、士の動きとかしっかりその辺は指示しといてほしいですね。あと、なんだろう、LINE、まあ、とかもしっかり、占い師さんマジ6人部屋大事だと思ってるんで、芯、まあ、取れるようにしっかり頑張ってほしいかなって感じです。以上です。4番のプレイヤーが発言します。 はいいお願いしますもう一回潜伏しようかと思ったけどえっ、ー、と自分占い師ですね占い師 <laughs> でえっ、ー、と白崎6番さんです6番さん白ですねなのでえっ、ー、と6番さんの表を確実に、えー、4c に見えますよね6番さん大丈夫ですよねで,で6番さん占い師まだ出てないですよねまだ出てないっていうかこのあとね5番さんが出るのか出れないと思うよこれめちゃくちゃ強いもん俺。 <laughs> 6番さんの表を確実に取りに行くよ。6番さん、えー、占い師じゃないです。村人陣営です。自分、新占いなんでね、分かってるんで、2分の1で特攻してますからね、6番さん目線。分かるかななので、えーと、とりあえず6、<coughs> シーンで、1、2、3でもう一人路喋ってるんですよね。分かんなかったな。とりあえず2周目で。 見つけていきたいけど、五番さん出れますか、あなた。メタではないです、ね。のプレイヤーが発言します。前村の話は見たい、ね。占い師です。四番さん黒です。と、まあ、二番さん。まあ、占い結果は二番さん白で。と三一は白かったです。まあ、四番さんが黒角なんで。今回は、まあ、まだ決めないですけど、今のところは四に入れます。 えっとまあ4、6が黒かもしれないんですけど、まあ、1、3のラインも、1、3のラインじゃね ?1、3が人狼の可能性もあります。まあ、どっちかはわからないけど。まあ、2番さんはもともと、もともとっていうか、まあ、白出ししてるんで、白だ、白なんですけど、話すことがね、 終わります。6番のプレイヤーが発言します。はい、えーっとそうですね。今日はえー、4か5のどっちかっていう感じになりますかね？えっとグレーで気になったのは3番さんですね。3番さんは1番さんと2番。えっと2番さんと意見が違ったにもかかわらず、12番さんは色落ちなしって言ったのが気になりますね。はい、2番さんは1番さんのこと。 まあ、自分でも言ってたけどねちょっと正当な殴りではないあの正しい殴りではないけど、まあ、黒と、まあ、結局黒よりのグレーと言ってはいましたが結局殴り姿勢を見せたんですよね。なのに1番さんと2番さんを同率に並べるのがよくわからないなっていうところで3番さん黒になって思いましたね。4号に関してはあまあ 色を出したところからすると4番さんの方が新っぽくはなりますが、二分の1特効してるって言葉が芯から出るっていうのもちょっとおかしいなと思ってますね。1番のプレイヤーが発言します。<laughs> はい、2週目ですねあ。僕もほぼほぼ4がロジックなら46かなと思ってたんですけど、あなんか6番さん、そうかなるほどと思いました。うんどうなんだろう。まあ、盤面的にに本当に例えば 後ろに3、4とかにいて、2分の1決めてたら本当にすごいっていう感じですね。はい、で、5番さんが、うん、と4番3、まあ、5番3目線4番黒。で、うん、と2に白出して、1、3白ってことは、方法4、6で見てるんですかね。うーん、うーんどうだろうな。うん4番さん、結構6番さんのシーンを取りに行ってるなってのはすごい気になったかな。 うん、6番さん、わかるよねみたいな感じで。<laughs> なので、白に、白、うん、相手に黒くならなってもらいたくなくてそうしたのか、うん、どうなんだろう。4、五でもあ、盤面的には4の方がやっぱ強いかなっていうと、ちょっとを追加します。僕、そんなあ2番さん、に一周目言われたんだけど、うん、まあ、ほぼほぼ2周盤面でって話と、一応、僕、平和村にも触れたと思うんですよね。うん 平和村だったらあの占い生産も不要になるっていう話をしたと思うんだけどなっていうちょっと殴られたんでちょっと一応返答だけしときますというとこですかねただまあどうなんだろう五が2にしろ出してることから黒塗りしとっか買ったのか、まあ、ただ二番さんの意見でってあれだったのかはちょっとわからない3番さ,さんちょっと色落ちなしですね、うん、この後聞いてちょっと四号最終的に そうですね盤面的に強いのは4って感じですねはい以上です 2>, 2番のプレイヤーが発言します4黒 <laughs> うん4黒で置いてますうんまあ理由はもう理由もクソもねえんだよなもし4本当にらないならなんか2分の1特攻してみたいなこと、まあ、6番さん <laughs> とかも言ってたけどうんそんな発言が出るわけがないんで 占い師だったらそんな5番さん出れないよねって言って圧迫する必要もないし。いめっちゃ議論活性やね。うん、で、ね、5ロジックだったとしても、別に5番あ、確かにあの番面だったら5番出ないんだよ。でも5番出てるんだよ、結果的に。で、だから俺は4番さん2分の1のギャンブルしたか、もしくは6番さんがいかたか。で、えー、本当にギャンブルしたんだったら俺は3かな、3か1か。ギャンブルしたって何だよ<で>。<laughs> この番目の盤面3一なんだけど俺は今3の方が黒く見えてるうん <laughs>、うん、それぐらいじゃないあと言うとしたらなんだろうなあでも46だったらまあ普通の番3番のプレイヤーが発言しますはいお願いしますまず6番3に返答みたいなこと言うと自分と意見違かったら絶対黒って言わんていけんのですか別にそれどっちでもいくないですかまだ1周目だったし 大ししてて発言ももだだっっったたからどっちち色落ちしてないって言っただけで自分と意見違ったら絶対黒,黒っぽいって言わなきゃダメなんですかっていう感じですね。で、占い師正査は、えー、45ですよね、えー。まあでも俺も4番さんの,あの圧迫は気になったかな。出れないよねみたいな。あと2分の1投だからみたいな。その辺のちょっと圧迫は気になりましたね。そこまで圧かけるかみたいな。 って感じですねでも5番さんはまあちょっと発言がおどおどしかったのもあるんでまあどっちかなーって感じですけど、うん、まあ2周目聞いてたんですけど結局でも、うん、どっちかな今4号どっちかって言ったらちょっと4の圧迫が気になりいいな気になってるんでこう新っぽいけどなーって思うんですけどまあ2周目で全然ひっくり返ることもあるんでほんと僅差でしかあの、うん 金差なんで、お互い。全然2周目でひっくり返るんで、その辺しっかり発言してほしいなって感じですね。でもあ、そういう感じかな。4だったら46だし、5だったら51、まあ、52のどっちかすかね。まあ2周目発言聞いて決めたいなと思います。4番のプレイヤーが発言します。ますはい、えー、っと、ほぼほぼ52で見てますね。 2番さんっていうのはもう4行く特に理由はないけど4行くって言ってましたね <laughs> 特に理由なく、えー、黒が言えるのは人狼の動きですね2番さんで2番さんって3番さんそんな叩いて大丈夫なのかなと思ったんですけど、えー、3番さんの目線の方が村だったね4が狼だったら6しかないんですよそうなんですよ2番さんって1か3とかわけわかんないこと言ってたんでえっ、ー、とまあ2番3ほぼほぼ狼かなってみて 見てますけどと俺1周目6番さんの表を取りに行ったんですよねだから2分の1特攻とかいう話をしました6番さん目線2分の1ですっていう風に言ったんですけど、まあ、6番さんねあんまり伝わってなくて <laughs> 4黒いみたいなこと言われちゃったんですけどだって5が出てるんですよ5が占い出てるんでしょ俺って5か6俺が人狼だったら5か6どっちかに新占いがいるっていう見方でしょうそれで6 あんだけ強気に村ですって言い切れるんですよ。っていうところで、6番さんには確実に5を釣ってもらわないと、もう負けですね、これ。だって俺 5, 5にもし打ってたらさ、俺人狼だったらさ、5に打つ可能性もあるじゃん。5と4って同じ陣営じゃないんだから。そしたら俺ってもう一発で負けなんですよね、人狼としては。そんなリスクは負わないですよね。1、2、3どこでもか適当に打てばいいっていう。 <coughs> 俺が人狼だとしたらね6番さんそれを分かってほしい確実に5をつってください六番さんはねかるそれ4 5番のプレイヤーが発言しますじゃあ4番さんめちゃくちゃ人狼うまいじゃん <laughs> えっとまあ2番さんが4番さんを疑った時に4番さんがなぜか2番さん怪しいって言ってたんですけどまあ五俺がえっと2番さんに白出ししてるんで、まあ、2目線4が絶対に怪しいんですよ <laughs> まあが 4, か4が6出ししてるから6から見たら4が、まあ、白なんですけど、まあ、ここのさっきも言いましたけど1 3に人狼がいますすは確定ですだとしても今回は4つってくださいそしたらその後に自分釣ってもらっても構わないですまあここ今日は4番さんを釣ってほしいです終わります。6番 のプレイヤーが発言します。と、五番さんは。二番さんに白を出してるから、二番さんは四番さんのこと怪しいって言いましたが、私も四番さん怪しいって言いましたよ。五番さん。いつじゃどうも思,思ってますか。私は四番さんに白を出されてるけど。四番さんが特攻っていう言葉を使ったから不自然だって言いました。四番さんのその特攻って言葉を使うのは別の人であって、四番さんが死んであれば。私白だから。 五番が占い師出てきたら、五番確実に偽なんで、五番釣りですって言えばいいんですよね。四番さんが二分の一を特攻してきたっていうのは、後から他の人に言ってもらえばいいんでね。うん、で、一番さんは、もう。弾いていいと思いますね。一番さんは、私が三番さんに対して。殴りを結構入れたんですけど、それに安易に乗らずに、一番さんは。 えっと、3は色落ちなしっって言ったんですよねこれは1番さんはもう方法なしないということでいいと思いますね。でその後と2番さんが私の意見に範囲に乗ってきた、まあ、ギャンブルの話とかだと思うんですけど2番さんはなんか4がギャンブルしたか64かって言ったんですけど4が狼だったらなんで6とつながるかが全くわからないですね。ギャンブルしたってことは 二分の一かけたってことですよね。どういう、ああ、そういうこと。五六が。ああ、まあ、今わかった。いや、悩むな。四か五どっちかに入れましょうね、今日は。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。三五かな。六四でローローだったから。六に安心して白を打てたって話か。 その疑いにはどんな根拠があるのかな投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番、四番の遺言を発表してください。あ勝てない。ああ、でも6番、そう言ってくれたね <laughs>。うん。5番さんって変なこと言ってたでしょ。5番さん。 6を外してたんですよね、相方で。4の相方で6。1、3に狼がいるからって言い切ってましたよ、5番さん。そこ拾ってほしかったな。おかしいっしょ。5番さん目線4、6しか終えないはずなんですか。それはよくわかんない俺、うん、変な動きしたからね、俺。6にあんだけ言い切ったからね。破綻してたら相当出せない。自爆しかないからね。1が<う>。ああ<ー>。<laughs> ごめん、6番さん負けちゃった。 残念夜が増えました。<り>人狼に気をつきしの方は、夜のアクションを行ってください。いいかもかいいかもかいだな。一を狩りとみて、にいみだな。 明けました昨夜は誰も知りませんでした発言ターンに入ります。3番のプレイヤーが発言します。はい。カリウドさんナイスです。カリウド CEO に守り。あ、2番さんを守ったってこと。ってことはもう自分目線1なんですけど、草。そうですね。5番。 一番そしかないと思うので一番その村目だったからな。えな、ー、んこれ6がカリュードでしょ以上自分目線は、まあ、5進と置くなら1が黒です僕目線ははいなんで1りでお願いしますって感じかな ?5 番 のプレイヤーがえっとまあ1番さんと3番さんにさっき黒いるって言ったんですけどまあなんで4番さんがさっき6番さんを追ってほしいって言ってたんですけど、えっと、6, 番6番さんは自分は白で見てたからないなと思いました。 とまあ、占い結果は3黒だったんで3釣ってほしいです。で、多分ん1人も4番が人狼だから3釣りで終わりだと思います。とまあ、6番さんカリウド出てるんで白で、で2番さん守ってるんだからもう3番しかいないですよね。まあ、分かってほしいです。3番さん入れます。6番のプレイヤーが発言します。はい、カリウドです。 カリダなので、話を聞いてください。今日は5番さん釣りですね。5番さんを釣って、明日精査という形です。5番さんを釣ってください。で、えっと、1番さんはこの後3番さんの黒予想を上げてください。1番さんは昨日3番さんに色落ちなしと言ってますからね。1番さん目線は3番さん黒。3番さん目線一1番さん黒ですからね。3番さんも5番さんに入れてくださいね。2番さんも5番さんに入れてください。占い師ローラーという形ですね。えー。 そうだな、一番さんが,がローだったら3黒言えばいいと思うんですよね3色落ちなすって言ったら正直きつくなると思うのでないかなと思ったんですけど。

1>, 1番のプレイヤーが発言しますはい、そうですね、今日は6番さんナイスグッドジョブという感じですね、えー、5番さんが安定釣りかと、はい、思います。えーっと、そうか、僕、3番さんに色落ちなしって言ってましたね、そうですね。うん。3番さんは、じゃあ安定釣りを飲めるのかな飲めるのかなうん。っなんか3番さん目線1黒って言ってたんですけど、まあ、逆にちょっと3番さんの黒様子か。う なんか、僕のこと釣りをしてましたけど、僕、5番線行きますね。うん。安定釣り、先ですよね。確実に一人路を釣れるということで。三、えー、番さ3番線の釣りを下げたいんだけどな。うん。うん、とりあえず、ああ、3番線、チチャット、チャット考察。うん、あなんかチャットめっちゃ多いな。うん。まあ、とりあえず5番線釣りは飲めます。ということですね。3黒なんですけど。 そうですね、もあ、うん、にグッチョブ、グッチョブでいいんだよね。うん、ゴーズリです。あー、ゴーズリだよ、こんなのもん。当たりねえだろ。<laughs> あー、もうやばいよ、ゴー、マジで。本当に。うん。いやーねー、なんで結果を先にワンかねー。あとから言う <laughs> ぶっちゃけね、動き方的に俺4黒だと思ったんだけど、5も、うん、もくれんだよな。動き方的で釣っちゃったな。これは私のミスだな。まあ今日5釣り。全然飲める。当たり前。うーん、三1精査でしょ。まあ明日6番三振だから、ぶっちゃけ俺と一3なんだよな。俺、一三、うん。3黒で見るかね。 でもこれ5が来るなら1が来るでしょう、それはもちろん。うーん。どうだろう。4、5の審議がつかない。発言量的には4。でも動き方全プレイヤーの発言が終了し。その疑いには。どんなむず…むずいけど、すごい、さっきの村より充実してる。人狼界の未来背負ってくれー。 投票が終いやまあ僕のしり方がまあ怪しいんで怪しまれるのはしょうがないかなと思うんですけど、まあ、6番さん狩りだから、まあ、僕何も言えないんですけど、まあ、3番さん釣ってくださいってもうこれしか言うことないです、まあ、3番さん違ったら2お願いします 何言ってんのにきよきしの人狼にちがったらって何のアクションを行ってください。こうは偽だろうな。<laughs> いやむず。<laughs> その疑いにはどんな根拠があか。 番うんそうですねまあ3が黒かなとは思ってるんですけど3のじゃあ黒要素と六番さんにも言われてましたけど3の黒要素と言われるとちょっとあれだよなうんなんか黒だ,だと思うっていうのもそうんと。 そうだな。なんか自分でも発言思い返してあれだな。うん、なんて言えばいいんだろうな。僕一周目4番さん進化な、盤面的に進化なって言ったんですよね。あ、でもそれでも全然白い要素にもなんないか。えー、っと、どうしたら白く見られるかな。5番さんの黒要素も拾いたいけど。うん。3, 3番、あ、三番さんの黒要素拾いたいけど。うーんとね。まあ、3番さんで結構目立たない感じだったのかな。ライン見せない感じだったかな。 投票先、投票先も別に自分とあんま変わってないか。したちこれないもんね。<れ>いや、でも3つってほしい。ン3つってほしいな。2>, 2番のプレイヤーが発言します。知ってほしいかうーん。わかんねえなー、マジで。うーん。これわかんねえしか言うことがねうーん。5番が黒軸なら、 まあ一番さん釣りでいいと思うんだけど、四番、じゃあ五番さん白軸なら三番釣りなんだよ。これ五番さんが黒か白かどうかで決める試合なんだよね。うーん。うーん、まあでも一番さんのその三番さんがライン見せなかったっていうのは確かに黒予想ではあるかなと自分の中では思ってるけど。でもな <laughs> これ占い師もちょっとちゃんとしといてくれよ、マジで。 うんうんえー、これ3つんの1もつりたくないし、3もつりたくないんだよな。えー、<laughs> はちょっと見ちょっと見ます。様子します3番のプレイヤーが発言します。えっと、まず2番さんに LINE 見せなかったのがクロヨスって言ったんですけど、別にまず自分人狼じゃないんで LINE 見せる必要はないんですよ。だから LINE 自体がないんですよ。 なんで別にラインミスとかするないです。で、5番さん絶対黒ですね。5番さんが偽の占い師だったんで、中村人なのに黒って言われたんで、もうこれ51しかないっす。なんで1黒確定なんで、51のラインで1すって終わりですね、普通に。はい。ってな感じですかね。自分完結っていうか、パッてまとめると。で、11さんの黒要素。うーん。押し弱くないですか 目線的だと自分黒確定じゃないですか一番三目線<ー>なのに結構押し弱めだなっていうのが <laughs> 印象ですねなんで普通に5一ライン1ずって終わりっすよ普通にって感じです <laughs> 充実しとるな。はい、えまあ、そうですね。まあ、2番さんが様子見るって言ったんで、あれですけど。でも、ここで決めないと普通に負けじゃないですか。なんで2番さんは俺のこと信じてほしいですけど、ね、普通に。言うことも別に1回目の言ったことと変わんないし、同じこと言うしかないし。 はい。これ以上別に弁解するのもあれですね。自分は1回目で言うこと言ったんで。1番のプレイヤーが発言します自分も言ったんですよね。2番さん、2番さんにかかってますね、この村は。2番さん、3番さんでお願いします。あ、3番さんになんか弱いくないですかって言われたんですけど、ファッションでじゃあ行こうかな。はい。てか、絶対に僕、スムラなんで、3番さん、人狼です。 イバンさん、信じてください。サンマさん、聞いてください。<laughs> 全然出てなくて草<上>。投票が終了しました。 1> 1号じゃね追放されるプレイヤーはゲーム終了。運動 <laughs> 陣営の勝利です。ごめん。一番さんすみません。六番さん、スなら出てほしかったな。ね、あ、確かに <laughs>。出る必要あった。 四五しうらないどっちでした。ちょっと見てなかった。す四、四、四、四ですよ。まじか。四でしょこれ。<laughs> だって六が騎士なのよ。<laughs> あんな動きすんの。初めてだよ。<laughs> 初めてでしょこれ六、六にね。六は信じてくれたか。<laughs> うーん、でもな、あんな動きは、あ、ま、はやか。いや、もう、これ、ごめんと言うしかないですね。すみませんでした。六番さん信じてくれるなら、騎士しようし。 くれたら村が4進になるんですよね。そうならんくねそ。それはそうですね。僕、借り、先に出てくれても、あ、でも、噛まれてたからな、そしたら、グッジボーキー、あ、でも、そうか。さ、ゴースリンになるから。うーん、まあ、じゃバイバイ。もう、は <laughs> は<ジイ>、じいじい。はい、おつです。